はい、続きましても大日和嬢さんです。昭和東西こちらもメスです。サイズの方が35センチ、親鯉ナンバー3です。全ての今回東西、親鯉が違ってきます。その辺の、感じ雰囲気など、この鯉の魅力などをまた説明していただきたいと思います。お願いします。はい、この鯉はナンバー3という親鯉です。でナンバー3という親鯉もこれもまたさくらと兄弟 の、 親です。でこのナンバー3の特徴として、非常に体型が体高があって、はい、その顔つき、特にこの子は顔つきも非常に良くて、すごい顔してますよね。目幅があって、その体高が、白地も良く、はい、この子は白地も良くて、紅質も良くて、墨はまだ竹炭なんですけども、面白い日柄もしてまして、その本当に来年、再来年が楽しみな、声だと思います。そうですね、頭の模様パターンなども素晴らしいですし、将来的にはこの玉にも墨が、そうですね、流れそうな雰囲気を持ってますね。墨質もどうでしょうか。ちょっとまだ分からないかもしれないですけども、いろいろたくさんいる中からこれを選んでいただいてますけども、縦鯉として2年後3年後4年5年後この進めるような鯉なんでしょうか。そうですね、やっぱりその自分としては墨の出てるのもいいんですけども、こういう沈んだ、その竹炭からその年を重ねるごとに墨が上がって、そのどん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 いい墨になってくるっていうのが、自分の中では好きなタイプではあるので、今回こういったそのナンバー3の親鯉から、こういうタイプ の本当にいい縦鯉的な鯉を選ばせてもらいました。はい、じゃあもう一度これもサイドの方少し見せてください。すごく体高が、雰囲気ありますね。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、大日王里嬢さん昭和同歳です。すごいです。サイズの方が35センチ、親鯉ナンバー3です。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。